これで6等全馬ゲートの中確認を終えてスタートしましたアキロックあるいは3わらわらや後方からになりました6番ロードバイファルコース,スタートも内から3番 K.I. マリベが出ました外押して上がっていった8番フィアラスタートが2番手からこちらが先頭に変わりますか4番手には1番のコクシネル外から2番の3わらわらあとは下がって5番のアキロック最後方で1周目4コーナーから直線コースに向いています スタンド前3番 K.I. マリブが出ました1馬身ぐらいのリードこの2番手に8番のフィアレス・ハートがつけてあとは2馬身ちょっと空きました1番コクシネルと6番のロード・バイファルその後二2番のサンワラバラ最後方は5番のアキロックで全体は8馬身ぐらい各馬が1コーナーのカーブを迎えて 1000m 標識を通過6頭2コーナーに向かって39秒7です先頭は3番の K.I. マリブ塚本雄大が4分の3馬身のリード外2番手依然として8番のフィアレス・ハートです 1>, 2 1番、コクシネル3番手800を切りましたさあ、2馬身半ぐらい空いて6番、ロード・バイファルとそのうち上がっていった2番のサンワラバラです3馬身差最高方が5番のアキロック先頭からおしまいまでは134馬身に代わって600を切りました勝負どころ3コーナーに向かっています前は2頭です3番、慶愛マリブ体半分のリード外から並びかけていく8番のフィアレスハート この2頭後続に3馬身のリード3番手1番コクシネル400切りましたあとは4馬身ぐらい空いて5番のアキロックが単独の4番手まで上がる第4コーナーのカーブ先頭に代わった8番フィアレスハート1馬身のリード2番手3番ケイアイマリブ3番手1番コクシネル4番手はアキロックで直線に向いて200を切りました先頭は8番フィアレスハート3馬身4馬身と差が開いた2番手1番コクシネル3番手から2番手に接近するのは5番アキロック先頭は8番フィアレスハートトーチの初勝利で五輪。 2番手1番国シネル、3番手5番アキロック、あとは下がって3番の K.I. マリブ4番手です。8番のフィアレスハート、当地3戦目当地の初勝利、上がりの800メートルが51秒1、600メートルは38秒5です。